皆さんこんにちは。スカーレットバイオレットはやっていますか？ランクマ、いよいよ本格的に開幕しました。で、おそらく多くの方が現在進行形で潜っているんじゃないかなっていうところですが、ただここに来て流行ってるポケモンある程度定まってきました。その中でガブリアス、最近よく見ませんか？どうでしょうか？ガブリアスね、今作めちゃくちゃ強いんですよ。もちろんですね、種族値の合計であったりとか、技構成であったりとか、何か変わったかって言われると特に何も変わってないと。ただ一点だけですね、大きく変わった点があるんですよ。それはすなわち何なのかっていうところですが、皆さんすでにご存知の通り、テラスタルっていう機能が今作追加されました。これによってテラスタイプを変更することが可能で、例えばガブリアスの場合は今まではドラゴンと地面タイプ、こちらの複合タイプだったんで、残念ながらですね、氷タイプに滅法弱いという、まあそのような状況だったんですよ。なので氷タイプの技が飛んでくると下手すると一発で落ちてしまうみたいな、タスキがなければ耐えないみたいな、まあ結構貧弱なポケモンだったんだけど、今作からはテラスタルの恩恵で4倍弱点を消すことが可能となっておりまして、でこれに伴って強ポケ入りしたと、まあそういったことがですね考えられるんじゃないかなっていうところで、特にですねテラスタイプ、こちらをドラゴンまたは地面にすることによってタイプ一致で非常に強力な技も敵にぶち込むことも可能となっておりますので、火力面に関しても申し分ないんですよ。いや本当にね、このガブリアスマジで強いと思うわ今作で。このガブリアスに関しては野生でも出てくるんですが、まあ例えば空飛んでるガブリアスだったりとか、固定シンボル系のガブリアスだったりとか、ないしはテラレイドで捕獲するであったりとか、まあそんなにね捕獲難易度自体は今作高くはございません。なのでぜひ皆さんも捕まえてみてはどうでしょうか。で、特性に関してはサメ肌、まあ一応砂隠れでもいいっちゃいいんだけど、まああんまりね今作はスナパが流行ってないっていう背景もあるので、まあおそらく特性に関してはサメ肌の方がいいのかなっていうところで、テラスタイプとしましてはドラゴン地面タイプ、まあどちらか一方推奨なんですが、まあできればドラゴンタイプの方がいいのかなっていうところですね。で、性格は陽気と意地っ張り、まあ基本的には意地っ張りが多いのかな今の環境だと。まあ陽気にしてもいいっちゃいいけど、何を抜くのっていう話になってくるから、まあ迷うんであれば意地っ張りでいいのかなっていうところですね。で、努力値は基本的にはエースぶりになるかと思いますが、まあどうだろうね、何を抜くかっていうところにもよるから、まあ調整しながら余った部分は HP とか特防とか防御とかに振ってくって感じでしょうか。で、技構成としましては激凛、地震、アイアンヘッド、そしてステルスロックで、まあステロに関してはマストではないので、まあここをですね、まあ例えば剣の前であったりとか、うん、何でもいいんですが、まあ何かに代用するっていうのもありかな。ただタスキ潰しとしてステルスロックはね入れてる方が最近多いのかなっていうところですが、ただこちらに関してはマストではないので、まあ好きなものを入れたらいいのかなっていうところですね。ただ汎用性考えると剣の前の方がいいのかな。まあ特に4倍弱点ですね今回消せてるから、ほぼほぼ一発耐えることができるから、それを考えると、まあ陽気にしてあえて剣の前をここに入れて、で待ってから無双するみたいな、まあそういったスタイルもねありじゃないかなっていうところですね。はい、まあそんな感じでございます。ただまあ激凛と地震とアイアンヘッドに関してはほぼほぼですねこちらは当確となっておりますので、まあ他の技で代用するっていうことはないからね、まあ基本的にはこの3つに関してはマストって感じでしょうか。まあ人によっては雷の牙とか炎の牙どちらか採用されている方がいますが、ただ基本的にはこの3つが鉄板なので、迷うんであればぜひこの3つ入れておきましょう。まあそんな感じでしょうか。で、他には特徴としましては攻撃取得値130、そして素早さの取得値が102っていうところで、まあこちらもですね一つ特徴かなっていうところで、まあ見ての通りですね高速アタッカーって感じでしょうか。ちなみに補足させていただくと、 HP の取得値は108、攻撃が130で、防御が95で、特防が80で、特防が85で、素早さが102っていうところなんで、
まあ、あまりですね、特殊型見かけないんですが、一応特殊型もできるっちゃできるのか。まあ、特攻の種族値80あるんで。ただまあ、普通に考えると、物理型の方が、どう考えても強いから、まあ、できれば物理型で育てた方がいいのかなっていうところですね。まあ、そんな感じでございます。ちなみに、テラスタルしない場合であれば、4倍弱点氷。で、2倍弱点がドラゴンとフェアリータイプ。以上となっていて、まあ、タイプはね、相当優秀なんですよ。一方で、半減が炎と毒と岩タイプ。で、無効化電気となっていて、まあ、タイプはかなり優秀ですよね。なので、本当に対策しなければいけないのは氷タイプだけだったんですが、ただこれがテラスタイプでドラゴン単体とかにできてしまうわけだからさ、いやけどやっぱりそう思うとぶっ壊れですよね。だってこのさ、技構成と、この無駄のない種族値配分で、で、なおかつ弱点もほとんどないっていう話でしょ？で、タイプ1で高火力の技もぶち込むことできるわけだからさ、いやけどやっぱ総合力強いわ、ガブリアス。で、舞うこともできるんでしょ？で、ステロ巻くこともできるわけだからさ、いや、やれることも多いしね、やっぱ強いな。いや、今作は迷うんだったら絶対ガブリアス入れた方がいいのかなっていうところですね。まあそんな感じでございます。あと人によっては岩石封じ採用される方もいるのかな。まあ一応ですね、岩石封じも覚えますので、まあステロの代わりに岩石封じを入れるっていうのもありかもしれませんね。まあそんな感じでしょうか。ただとにかく今作は本当にガブリアスがめちゃくちゃ強い、ありえないぐらい強い。下手するとガッサであったりとかミミキより厄介じゃないかっていうことが言われてるんで、まあガブリアス、まあガチ構成であったりとか、あとマスターランク行きたいっていうんであれば入れるのがいいんじゃないか。ただ分かっててもね、ガブリアスに関しては止めることができないぐらい破壊力があるからね。まあそれを考えるとやっぱり強いよな。まあそう考えるとステロじゃなくて今の環境剣の前の方がいいのかな。どうでしょうか。まあそこは本当に人の好みによるので、ぜひ皆さんもですね、まあ好きな形でガブリアス育成していただければと思います。でまあガブリアスに関してはね、本当に様々な型を作ってみる、様々な技構成を試してみるっていうのも面白みの一つなんで、でこう見えて結構ね、技のレパートリーもあるから、いろいろ試してみるのもいいかもしれません。まあそんな感じかな。はい、ということで今日の動画一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも、ガブリアスの動画じゃねえわ、ポケモンの動画、見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。おそらくポケモンやってる方であれば、チャンネル登録しておいて損はないと思いますので、ぜひ気軽によろしくお願いします。ではまた。